どうもバルーントレジャーハンターのチョコです。今日も風船のお宝を楽しく作って探していきます。今日のお宝はこちら。さて、まずは風船を揉んで柔らかくします。これも揉んで、次にこの2つを結んでくっつけます。それから指6本くらいのわひねりを作っていきます。このわひねりなんですが、もう一つの風船の方を、小さなバブルを作ってからそこに絡めてください。また同じものを作っていきます。同じくらいのわひねりをひねって、でまた先ほどと同じように小さめのバブルを作ってそこに絡めます。次もまた同じものを作ります。
和ひねりを作って絡めます。最初のところにこれを連結します。輪ひねりの間をこうやってくぐらせてほどけないようにします。次に小さめのバブルよりもやや大きめのまん丸のバブルをひねって一周させて絡めます。それを5回繰り返します。余分な部分はカットしていきます。カットした部分は隠していきます。花びらの部分は左方向のは上に出るように意識して、右のは下に入ってるように意識します。これを交差させて花
花びらの形を整えます。はい、これで花びらができました。次に細い黄色い風船を使ってまん丸のバブルを一つ作り、もう一つ作り、ピンチツイストしていきます。口巻きを中に入れてほどけないようにします。で、もう一つまん丸のバブルを作ってピンチツイストしていきます。できましたら、真ん中の花びらの真ん中の部分にこれを通していきます。ある程度出た状態で通していきます。最後に緑の風船を使っていきます。これもピンチツイストを作っていきますので、まん丸のバブルを作ってからひねっていきます。ひねって口巻きは真ん中の部分に通します。ピンチツイストしていきます。もう一つ作っていきます。ひねって引きずりとしていきます。このできた緑の風船を黄色の風船とくっつけていきます。間に通して絡めていきます。ましたら黄色の部分は余分なのでカットしていきます。カットして結んで絡めていきます。花びらの部分を握って曲げていきます。握って曲げていきます。5回同じことを繰り返します。これで花びらの部分が癖つきますので曲がります。できました。今回は夏に合うようにハイビスカスを考えてみました。赤色や
ピンクやあるいは白などを使ってハイビスカスを作るのもいいと思います。お好みで真ん中のめしべの部分は曲げてみてください。つまんで曲げるとすぐに曲がります。こんな風に数本使って飾ると結構おしゃれになると思います。葉っぱの部分は前回に投稿したので合わせて見てください。花瓶などにこうやって飾るととってもおしゃれだと思うので、皆さん両方作って挑戦してみてください。それではさようなら。